皆さんこんにちは、モレノです。本日はフィル・フォーデンのルールブレイカーについてレビューしていきます。大変遅くなり申し訳ございません。現在の価格が38万コインになります。まあ少しね下がりましたね。出た時は55とかしてたので、まあ38万ですね。でまあプレミアリーグこの価格帯の選手意外と少ないので、まあ今回フォーデンがねどれぐらいの位置に来るか、まあ果たしてプレミア価格と呼ばれる、やっぱりプレミアの選手って人気が先行して値段が高くなる傾向にありますので、そのプレミア価格なのか、もしくは実際にまあこの値段っていうのは妥当なのかっていうのを見ていきたいと思っております。でフォーデンスフォースタースキルムで逆足3です。でここは変わってないですね。で左利きで171センチ、かなり小さい選手です。でリーンのボディタイプを持っています。ドリブルに関してはね本当にいい選手です。でトレートワークレートですね、ワークレートハイミディアムになってます。でトレートとしてはまあそこまでねあのインゲーム関わってくる能力がないです。で能力見ていくと、このフォーデン大きい違いとしてはやっぱりドリブルが6下がってるんですよ。5ですね、失礼いたしました。5下がってて、86のカードから。で、なおかつ、まあ、その代わり、ちょっとケミスない方が見やすいな。その代わり、シュートが大幅アップグレードされています。なので、まあ、どちらかというと、この方面って、単純な強化っていうよりは、まあ、ドリブルステータスを落として、シュートステータスを上げた、シュートスタッツですね、を上げた、フォーデンになっております。なので、まあ果たしてね、86のカード5万4000コインで、このフォーデンが30何万するっていうのは、ちょっと能力的に考えづらい相違になってますね。もちろんね、左ウィングとストライカーっていうのは、左ウィングと中央の、まあケミスタイル、スタイルっていうのが大きく変わってくると思うんですよ。左ウィングとそれこそソン・フンミンだって、マネ、ラッシュフォードといっていい選手がかなり多いので、まあそれらの選手ね、つなぎやすいっていうのは一つあるかと思いますが、まあかなり能力は違うとは言い切れない。っていうのが一つかな。で、フォーデン、まあ、リーのボディタイプで、本当にこの86のカードって、もう、ドリブルに関しては100万以下でも、まあ、メッシとかと並んでいい選手かなと思ったので、そのドリブルが下がったっていうのが、ちょっとどうなるかが楽しみです。で、今回、ケミストリーハンターつけていきます。まあ、理由としては、まあ、エンジンとか、もう、実際、中央のポジションに使うなら、86でいいと思うんですよ。ドリブルがより重要視されてて、で、このスカーの特徴って、やっぱりシュート能力にあると思ってるので、やっぱりシュートを打つ場所にいてほしいと思うんですよ。なので、まあ、ストライカーだって右ウィング、もないしは左ウィングというポジションで見ていきたいなと思っております。で、それこそ、まあ、エンジンとかつけてもいいけど、86でいいのかなと思うので、まあ、ちょっと今回ね、ストライカーで、フォーデン、ハンターとして見ていきたいと思います。っていう感じで始めていきます。ではまずフォーデン見ていきます。この選手がフィル・フォーデンです。まずドリブルに関してはね、良かったんですよ。もちろん171センチ、リーンのボディタイプの選手で、ドリブル差って7が抜いて80あるので、素晴らしいドリブルはするんですよ。ただし、86フォーデンを知ってしまうと、僕はかなり物足りないなと思いました。86フォーデンのクローカードのフォーデンっていうのは、ドリブルに関しては、メッシと並ぶぐらいのドリブル能力を持ってると思う選手なんですよ、僕は。それに比べちゃうと、このフォーデンっていうのは、ちょっとドリブルに対しての安定感っていうのは、一流止まりかなと思います。超一流なのが一流になったかなと思いますね。ここちょっとね、正直、なんだろう、僕自身がそのフォーデンのドリブルの良さを知っちゃってるだけに、少し残念ではありましたね。で、こういうとこもね。まあ、もちろんね、ドリブルが、落ちたとは言え、十分このレベルでドリブルできる選手はなかなかいないです。うん、それぐらい、なんだろう。例えば今までドリブルが、今の現役選手の中でトップ3だったカードがトップ10ぐらいになったかなっていうレベルのカードですね。まあ PK はこの選手一応蹴れます。まあそんな秀でてるもんではないんですけど、取ったので蹴らせたっていう感じですね。で、ここストライカーのポジションにフォーデンいて、まあここら辺もね、いいところにボールをもらおうとしてますよね。で、中入って、ここはね、やっぱ逆足ね、気になりましたね。まあ、右足っていうのは、この選手、そこまで、ストロングポイントではないのかなと。まあ、逆足3なんでね、思いましたね。で、この位置で受けて、やっぱボールタッチいいですね。で、ここの決定力、左足のシュート能力っていう点に関しても、まあ、今回ね、あんまり綺麗なシュートを入れることはできなかったんですけど、かなり大きく変わったなと思います。そこはね、この選手のこのカードの特徴だなと思いましたね。で、ここで受けて。ここもいいシュート能力ですね。まあ決して、ね、入ってはないんですけど、やっぱシュートパワーっていうものを感じられる選手でしたね。
ゴーデンベル奪われて、フォファーナがいて、中央にフォーデンがいて、ここはね、でも決めてほしかったね。まあ、結果的に決めたんですけど、まあ、決めてほしかったですね。で、ここもフォーデンサイドにいて、まあ、ここはイージーゴールでしたね。もう蹴るだけ、右足、逆足ですけど、しっかり決めてくれています。で、こちら最後ですかね、ストライカーにフォーデンがいまして、カンセル上がってって、中、ビニシウス落として、ここの抜け出しからの、やっぱスピード感もあって、すごく使いやすいですね。そして素晴らしいゴールです。では最後フォーデンまとめていきます。現在の値段が38万コインですね。正直この価格を出す選手ではないなと思いました。決してね弱くはないんですけど、やっぱりそのフォーデンの生かし方としてはこの選手ストライカーではないですね。いくらシュートが打てるからといってストライカーで勝負させるようなカードではないです。どちらかというと、まあ、2列目であったり、まあ、サイド起用の方が合ってるかなと僕は思いました。でそう考えるとこの38万というコインは高いですね。かなり高いと思いました。やっぱりね背負えないんでストライカーとしては微妙ですね。でそれこそメッシぐらいドリブルが突き抜けてたらまた違いを作れるんですけど、このカードのドリブルは38万のドリブルではないんですよ。例えばこのカードにじゃあこの86フォーデンが持っているプラス6のドリブルを持ってて96にドリブルが、まあ、エンジンをつけた状態ですけど、例えばドリブルが89のままこのカードだったら僕は出す価値はあるんだと思いました。ただそれだけこのフォーデンが86でドリブルで違いを作れてたのに対して、このフォーデンに関して88のフォーデンに関しては作れないなと、まあ、作れないわけではないですけど期待値に及ばなかったなと思います。で、この現在の値段っていうのは僕はかなり高いなと思いました。それこそ、フェキルのが圧倒的に強いですね。ベルシルでも同じレベルのことはできるなと思いました。せいぜいプレミアじゃなかったらっていう、フォーデンなんで難しいですけど、まあ、10万台の選手とあんま変わんない動きかなと思いました。で、それでも当たりました、どうやったら使えばいいですかっていう話は、僕自身に433のセンターミートだったり、442のサイドでもいいと思います。で、使うときはエンジンつけた方がいいかなと思いました。ドリブルつけて、よりフォーデンらしさを出して、まあ、ここのパスタツっていうのは素晴らしいと思うので、どちらかというと自分自身で点を取りに行くっていうよりは、点を誰かに取らせるっていう役割に専念させた方が、多分トップ下がね、一番合ってるポジションなんですよ。トップ下が一番合ってるので、そういう役割をさせる方がいいと思います。あとね、逆足だよね。やっぱ逆足さんっていうのは少し気になりましたね。やっぱりストライカーとして逆足4は今作欲しいなと僕は思ったので、うん、まあそういう使い方は、まあどちらかというとシュートスタッツがあるから安易にストライカー使おうという使い方よりは、まあこのやっぱフォーデンという特徴を生かして、インサイドハーフだったり、まあサイドっていうのところをメインにして使うとより使いやすくなるかなと思いましたという感じで終えていきます。ただまあ現状のね、わざわざ買うこの38万というコインはかなり高いなと思いました。フェキルの方が断然強いですね。まあちょっとフェキルが異常っていうのもあるんですけどね。という感じで今日見ていただきありがとうございます。質問コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。ではまた。